Teva kono takara ba kono naku ni poison ring. Poison ring ika. Doku zokusei no kogeki o kyushu shi. Ah, ika na. Ah, mata mendokusai basho. Nateki tauska. Onna teki kana. Rai kage teki. Mata kono wakaranai yatsu. Kel. Osoi. Hidari uchi wa kare wa oya no kane ni tayotte hidari uchi wa de kurashite. Nan no rhythm game kore 1 2 1 2 1 2 ima ah kochi kono hen kirai desu hiji deppo kuwasu kare wa kanojo ni date o moshikonde hiji deppo kuwasaremashita ah enu sugoi ne tifa yori sugoi ah minna tifa yori sugoi tifa zannen desu. Kirei toki ko. Mada kirei janai. Kure mada. Kiri ga aru. Ima. Omedokusai. Mendokusai basho ne. Nande kono mendokusai basho ga aru. Yoshi. Mani atta. Sasumimashou. Kore Sephiros ka. Nani kore? Dou shita no? Ochizukunda. Ochizukunda. Steve. Sephiros ga chikaku ni iru nda. Nani ga okottemo fushigi janai. Ah, mata koko. Kono mousou no machi. Nibelheim. Demo doushite yume maboroshi? Kore wa Sephiros ga tsukuri dashita genkaku sa. Ore tachi o konran saseyou to shite iru nda. Daijoubu. Genkaku da to wakatte ireba nani mo osoku. Nani kawai. Kowaku. Osoru beshi. Osoku wa nai. Osoroshii. Kore osoroshii ka. Kowai ka. Kowaku. Kowai betsu kanji ka. Saa, kono mama tori nuke yo. Sou yo ne. Ah! Dare? Sephiros. Konnichiwa. Genki. Saa, ikou ka. Ah, kore wa cloud janai. Sore wa cloud ka. Cloud ga inai. Dare daro kono otoko. Kore wa cloud daro. Yamete Sephiros. Ah, kore wa honmono no cloud ka. Kono kimpatsu wa kudaranai. Kore wa honmono no cloud ka. Kimpatsu nisemono ka. Sokka, kore wa nisemono, kono kimpatsu. Kono gen wa genkaku wa genkaku hazu. Kono mo yo wa zutto suzuku no. Dou yatte nukke dasu no? Cloud, kore wa genkaku nanda kara kini shicha dame nanda kara. Kono tifa wakatte iru. Cloud no hontai ka. Kondo wa nanda? Mou yamete. Hidoi Sephiros ga yatta no. Kore wa 5 nen mae genjitsu ni atta fuukei da. Keredo kitto ano shinra yashiki kara
出てくるのは俺じゃない。またくだらない幻覚を見せようって気なんだ。ほら、言った通りだろ。でも同じ服だな、この人。おい、あんたか、あんた正気なんだろうな。それな、こっちに来て手伝ってくれ。こんなの見たくないクラウド、見ちゃダメよ。俺はこの家を見てくる。あんたはそっちの家を。なんだ、ティーファの家か。どうしたんだ、ティーファ。さっきも言っただろ。ゲンだと分かっていれば何も遅くない。怖くない。確かそれは恐ろしい。恐怖。恐怖か。大丈夫か。ああ、幻覚の中だった。セフィロス、聞こえてるんだろ。お前が言いたいことはな、わかった。5年前、ニブルヘイム、そこに俺はいなかった。お前が言いたいのは、そういうことなんだろ。理解してもらえたようだな。お前が言いたいことはな。俺を混乱させたいんだろう。しかし、こんなものを見せられても、俺は何とも思えない。なぜなら、俺は覚えている。この炎の熱さを、身体の心の痛みを。さて、それはどうかな。お前は人形。心など持たない。痛みなど感じない。この人形がだろ。人形、うん、こうかな。そんなお前の記憶にどれほどの意味がある。私が見せた世界が真実の過去、幻想を作り出したのはお前だ。うん、動ける。よし、動ける。クラウド、ジジイ、大丈夫。ジジイ、なんでこのジジイいるかな。もうそっちゅうジジイ、なんだろう。なんで。クラウド。暑い、暑い。暑すぎる。痛い。逃げられない。セフィロス、理解できたかな。理解する気なんかない。が、一つ聞きたい。なぜこんなことをする。くくく、お前には本来の自分を取り戻してもらいたいのだ。そしていつかそうしたようにクロマティリアを私に。それにしても失格、失敗作だと思われた。お前が一番役に立つとは北条が知ったら悔しがるだろうな。北条、俺と何の関係がある。お前はそう、5年前だ。ニブルヘイムが炎に包まれたその後に北条の手で作り出されたのだ。ジェノバ、裁縫の驚くべき生命力、能力と魔法の力が作り出した人形。人形か。人形、これは人形だと思う。セフロスコピー、インコンプリート、ナンバリング、あ、セフロスコ、あ、これはコピーか。ナンバリングなし、それがお前の真実。え？うん、動ける。ジージー、大丈夫？なんでこのジージーがある？クラウド、クラウド、クラウドを知っちゃいない。身を塞ぐの、目を閉じるの。どうしたんだ、ティファ。俺は全然気にしてない。というか、途中から聞いていなかった。
宝女に作り出された。そんなの嘘に決まってるわ。だって私たちにはあの思い出があるじゃない。子供の頃、星が綺麗な、夜。くくく、ティファーよ。その言葉とは裏腹に、お前は何を怯えている。ふむ、お前の心をここに映し出してみようか。くくく、都合が悪いそうだ。これはコピーか。ティファー、セフィロスが正しいのか。これはコピーか。クラウド、ジージー。まあ、いい、続くか。クラウド。何をそんな恐れているんだ。そうだな、恐れ、これ。恐れているんだ。俺のことなら大丈夫。俺はどんなに混乱してても、していても、セフィロスの言葉なんて信じない。確かに俺は自分自身が分からなくなることがある。記憶だってあやふやな部分がたくさんあるんだ。でもティファ、ティファは言ってくれただろう。クラウディ久しぶりねって。ティファのその言葉がいつでも俺を支えてくれる。俺はティファの幼馴染なんだ。俺はニブルヘイムのクラウドなんだ。どんなに自分が分からなくなっても、それだけは真実、真実。だからティーファ、そんなに覚えないでくれ。誰のどんな言葉よりも、ティーファのその態度に俺は。違うの、クラウド。違うの、クラウド。何が違うんだ。俺はティーファの幼馴染のクラウドじゃないのか。そういう意味じゃない。でもうまく言葉にできない。クラウド、ほんの少しでいいの。時間をちょうだい。クラウド、ティーファを責めるな。私が説明してやろう。他人の記憶に合わせて自分の姿、声、言動を変化させるのはジェノバの能力だ。お前の中のジェノバがティーファの記憶に合わせてお前を作り出した。ティーファの記憶に登場する少年たち。その中にはクラウドという名の少年が言ったのかもしれないな。クラウド、今は何も考えないでお願い。クククク、考えろクラウド。クラウド、クククク、これは失礼。お前には名前などなかったな。黙れ、セフィロス。まだわからないのか。ならば。クククク、クククク、クク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 。村からニブル山へ出発するとき、写真を撮ったのを覚えているか、覚えているか。ティファ、覚えているな。クラウドは知るはずもないか。さて、写真はどうしたかな。そうだな、ちょっと覚えがある。ああ、ジージー。役に立つか。これか。あ、ジージーか。ジージー持ってる。見るか。なかなかよく撮れている。クラウド、ダメ。俺は映っているはずだ。もし映っていなくても心配ない。ここはセフィロスが作り出した幻想の世界。ああ、そうか。あの妄想中、あの写真者のやつ。そうか、覚えてる。何の写真じゃ。ああ、そっか、黒頭クラウド。やっぱりな。この写真は偽物のなんだ。真実は俺の記憶の中にある。5年前、
俺はニブルヘムに帰った。マコール調査が任務だった。16歳だった。村は全然変わってなかった。俺は何をした？そうだ。母さんに会った。村の人たちに会った。そう、ティファの部屋には行ったんだ。そこで俺はピアノを弾いた。タンスを調べた。パンティを取った。一泊してからニブル山のマコーロへ行った。俺は張り切っていた。なぜならその任務はソルジャークラス 1ST になって初めての仕事で。ソルジャークラス 1ST? ソルジャー、俺はいつソルジャーになったんだ。こうぞ、ソルジャーって、どうやってなるんだ。なぜ思い出せない。俺は、そっか。悩むことはなかったな。なぜなら俺はクラウド。行こう、ティファ。俺は大丈夫だ。これも金髪。家族かな。すごい。うん？ああ、そっか。何もない。工場。これ全部ミテリアだわ。外は豊富な魔法、そして中心部はマテリアの宝庫。これぞまさに約束の地だな。約束の地など存在しない。伝説へ伝えバカバカしい。想像していた通りのものがここにある。それで良いではないか。二流科学者の限界だな。どうした？壁の中よ。何か入っている。動いている。なんだめか。ウェポン。本当にいたのか。信じてはいなかった。なんだというのだ。ワッポン、ワッポン。星が生み出すモンスター。星の危機に現れて全てをないにする。ガスト博士のレポートにはそう記されていたのな。そんなレポートは見たことがない。どこにある？ここだ、ここ。君は隠し事が多いな。クラウドたち大丈夫なのかな？かよ。しかしなんだよな、このちっぽけな黒マテリアが星を滅ぼすなんてよ。あ、この人も妄想中。なんだ？え、おめえら今のなんだよ。あれ、めな、ここどこなんだよ。どこ行っちまったんだよ。よかった、バレー、ここにいたのね。ティファー、なんか様子が変だなんだよ。真っ暗になっちまって、みんないなかくなっちなっていちまった。ねみんなが待っているの。クラウドが大変なの。お願い聞いて、私たちを助けて。あっちなの。おう、なんだかわからねえが、とにかく行けばいいんだよ。だな。
これはシェフの。うふふふ、うふ、けれめてれ。忘れるなよ。クリストです。目覚めた、この人。社長、なんだか嫌な予感がするわ。ふん、一度飛行船に帰ろうよか。本格的な調査の準備も必要だしな。クラウド来た。テレポーター。ちょっと、どこから来たのよ。さあ。ここはあんたたちの天には負えねえ、負えない。あとは俺に任せて、さっきと出て行け。お前に任せる？ふ、よくわからないな。ここはルーニオンの最終時点。すべてが終わり、また始まる場所。クラウド。おお、助けに来た、やったぞ。ね、動ける、動けない。なんだ、泣いてる。動ける。いや、動けない。にゅにゅ。ねえ、動ける。なんだ、遅い、なんだ。うんうん、ありがとうバレ。これ待っているわ。クラウド、あ、大丈夫だ、ちゃんと待っている。ここから俺がやる。クロマティリを俺に。私の攻撃があるないが、大丈夫か。じゃあこれ、すげえプレッシャーだぜぜ。ダメダメよ、クラウド、やめて。ありがとう、あとは俺がやります。さあ、クロマティリを。待ってください、もう少しだけ。だけ。え？よくわからん。みんな今までありがとう。それにごめんなさい。ごめんなさい。すみません。特にティファーさん、本当にごめんなさい。いろいろよくしてくれたのに、なんて言ったらいいのか。俺、クラウドにはなりきれませんでした。ティーファさん、いつかどこかで本当のクラウド君に会えるといいですね。くくく、素晴らしい。私の実験がパーフェクトに成功したわけだな。くくくくく、お前ナンバーはいくつだ？ん？入れ墨はどこだ？北条博士、俺ナンバーありません。俺失敗作だから博士がナンバーをくれませんでした。なんということだ、失敗作だけがここまでたどり着いたというのか。博士、ナンバーください。俺にもナンバーをください。黙れ、失敗作め。うめえ。ああ、かわいそう。あいつは何者だ。5年前、セフィロスが死んだ、直後に私が作ったセフィロスコピーの一つ。ジェノバ、裁縫と魔法、それに加えて私の知色、技術、ひらめきが生み出した科学と神筆の生命、セフィロスコピー。失敗作だというのが気に入らないが、ジェノバのリュニオン仮説は証明された。ジェノバは身体をバラバラにされても、やがて一つの場所に
集結し再生する。これがジェノバのリュニオンだ。リュニオンの始まりを私は待った。5年が過ぎ、コピーたちは動き出した。ミッドガールに奉還していたジェノバのところにコピーたちは集まってくるはず。しかし私のこの予想は外れた。そればっかりが死んだビルのジェノバも移動を始めた。私は天才だ。すぐに分かった。セフィロスの仕業だ。セフィロスの意志はライフストリームで鉄線、鉱山、低山することなく、セフィロス自身としてコピーを操り始めたのだ。生でいるクラウド。そうです。それが始まりです。でした。コピーたちはどこへ行くのだろう。私には分からなかった。俺自身にも分かりませんでした。ただ分かっていたのは、目的地にはセフィロスがいるはずということだ。俺セフィロスを追っていたんじゃなかったんだ。です。セフィロスに呼ばれていたんです。セフィロスへの怒りと憎しみ、それは俺がセフィロスのことを忘れないようにとセフィロスがくれた贈り物。セフィロス、セフィロス、俺来ました。クロマテリア持ってきました。姿を見せてください。どこにいるのですか。動ける。よし、動ける。ああ、セフィロス、やっと会えましたね。こっちか。あ、これはセフィロスか。あ、バリトムおしまい。なんだ。見たか、セフィロスだぞ。やはりここにいたのだ。素晴らしい。ジェノバのリュニオンとセフィロスの意志の力、ライフストリームに停戦することなくここに結集したのだ。クワ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 ク。北条博士、何がそんなに嬉しいの。どういうことか分かっているの。クラウドはクロマティリを持っているのよ。セフィロスはマティオを呼んでしまうのよ。みんな死んじゃうのよ。もう何を言っても遅い。そろそろここから出た方がいい、方がよさそうだ。君たちも一緒に来てもらおうか。いろいろと話が聞きたい。おい、クラウド、やめろ、やめてくれ。クラウド、そうだね、本物のクラウドになったね。雲、動いているクラウド。何これ、ジェリー、ジェリーの中、セフィロス。よし、竜巻増えている。
地震かな。これはなんだ、地球の終わり。これは地球かな。この惑星は地球か。そうだな、物語変になっちゃったね。なんで真っ白。どこだ。ブーシー。ティファ高いね。なんでそんなに。まぶしいね。バレットは小さい。ちっちゃいバレット。バレット、しばらくの辛抱だ。ずっと眠ってたから。お腹すいたね。そうか。なあ、どうして聞かないんだ。あいつのことをよ。怖いから。それなら安心してくれ。俺もクラウドがどうなったのかはわからねえ。安心してくれってことはないか。僕のやつらもよ、無事かどうかさえわからねえんだ。きっと生きているよね。私、どれくらい眠っていた？あれから何日か経っているはずだぜ。ゼフィロスは、まだ復活はしていねえみたいだな。あの大きな光は覚えているか？キッタの大空洞の。あの後、クレイトは光の大きなバリアで進まれちまった。セフロスはバリアに守られながら、あの大穴で眠ってやがるって話だ。俺たちには手も足も出せねえ。ただ、目覚めの時を待つってだけさ。しかもよ、ウェポンとかいう兄弟モンスターが暴れてやがる。ウェポン。クレイトの底でセーフリオスの周りにいた化け物を覚えているか。あれが地上に出てきたんだ。広大に生きていた伝説の狂犬だって話だぜ。ウェポンはセフィロスを守っているの。わかれねえ。でも、とにかくそいつらが現れて世界を襲い始めた。ルーフィアスはそいつと戦っているのさ。気に食われねえが大したやつだよ。本当は俺たちが倒してところだが、時間がねえ。時間。そう、メテオは。メテオ誰？メテオ何？メテオわからん。メテオ。それか、それはメテオか。ああ、メテオライトか。メテオライトか。かな、コメット、隕石ですね、隕石のミティリア。よし、ティファです。ティファになっちゃおう。クラウド消えちゃった。クラウド消えちゃって。じゃあ、クラウドのミティア持ってるかな。クラウドも終わりか。カバオ。クラウドのカバオとか。ああ、かわいそう。まあ、ちょっと休みますか。これは偽物クラウドのおしまいかな。本物のクラウド、見つかるかな。